Hey everyone, welcome to Momogi's Persona 3 video. I'm Rin. Unfortunately, a technical fault happened, so this video will not have commentary. Commentary will resume in part 41. Hope you enjoy this playthrough anyway.
Thank you.
I've never felt like some
miss. So dance while I put you in a trance. Let's party. Thank you.
I'll put you in a trance. Let's party.
というわけで、やっどう？二人ともちゃんといろんな人に話聞いた？あれ、今日って何かの日だっけ？ああ、冗談だって、覚えてるっつの。すぐ怒んだから。とにかく、今日は寮に戻ったらラウンジに集合。忘れないでよ。えーい。
はい、では月曜に約束した通り集めた情報の確認会をします。お、乗り気じゃん。当然、私的にはバッチリいろいろ掴んできたから。例の噂はやっぱり怨霊の仕業なんかじゃないよ。ああ、そこ重要なんだ。まずこの怪談騒ぎのそもそもの発端からだけど、校門で倒れてた例の子の話は確かにちょっと怪談の内容と似てる。でも一人がそういう目にあっただけでこんな騒ぎになったのはなぜでしょう。ていうか驚いたよ。最初の事件のすぐ後に実は2度も同じことが連発してたんだから。階段と同じシチュエーションで3人も病院送りじゃそりゃ騒がれるわけです。では次、被害に遭った3人はクラスがバラバラで一見何の関係もないみたいに思えます。でも実は水面下に共通点があったの。その意外な共通点とは何でしょう。なんなんだよこのノリ、誰の真似なんだよ。つかお前答えろよ、被害に遭った3人の共通点だってさ。出家じゃ、しかもよ、出家じゃな、それも結構ちょくちょく出てたみたい。悪いグループと3人とも同じ状況で見つかって、よってさらなる真相に近づくべく現場取材を決行することにしたから。は？現場取材？被害者の3人が決まってやわかししてたたまり場ってのがあるらしいの。おい、それもしかしてポートアイランド駅前の裏入ったとこの。なんだ、知ってたの？あそこやばいって。あそこ駅のすぐ裏だけど、マジ超いろんなヤバい噂あんだぜ。そうなの、ならなおさらみんなで行かなきゃ。ねえ、一緒に来るでしょ。だよね。俺行きたくねえな。あつか、そこまでする必要あんの実際。だって今まで私たち先輩に言われたまんま動いてきたでしょ。このままでいいのかなって、そういう風に思わない？いや、そうかもしんないけどさ、そこで真顔かよ、つるんな。へえ、行かなきゃダメ。決まりね、明日の夜に出発だから、そのつもりでよろしく。Put you in a trance. Let's pour it.
けで。すげー乗り気だ。なんで音量はダメでこういうのはありなんだか。ダメとか言わない。見えないものは誰だって気味悪いでしょ。見える方が怖いだろうが。バットとか光もんとかさ。もう不良のたまり場くらい何よ。ほらほら急いだ。先手必勝なんだから。必勝？え、まさかのやる気宣言？んだあれ。つか制服、あれ月光じゃん？やべえ、想像してたよりずっとやべえ。ちっとお前らさ、遊ぶとこ間違えてんじゃねえの。あ、いや、別に。お前らみてえの食っとしらけんだろ。帰れよ、ヒゲオくん。ヒゲオくん？ああ、俺のことっすね。ここ来るのに、なんであんたの許可がいるわけ？ちょ、お前、バカかよ。お前あれか、空気読み人知らずか。何それ。っていうかこんな連中にビビんないでよ。ああこんな連中つったやその子。つかシャメとか取って流しちゃおうか。パパとかが気失うようなセクシーポーズなやつ。やべ超ウケる。こいつら最低。あっちゃー、彼女今最低とか言ったよね。ヒゲオくんも大変だ。こんなアグレッシブな子と一緒だと。さっ！なっ！いって！ジェンペ！その辺でいいだろう。知らねえで来てんだ。俺が追い出す。いいだろ、そんで。バカか、てめえは。今さらそんで済むかよ。今三途の川渡ったぞ。ただで帰れると思ってんのか。試すか。いや特に。なぜ超ウケる。てめえ確か新垣とか言ったな。そうだ、新垣信じろ。てめえも確か月光だな。ちくしょう、覚えてろよ。すげえっす、先輩強えっす。その顔、お前ら秋の病室にいた。バカ野郎が。帰れ、お前らの来るとこじゃねえ。ごめんなさい。でも私たち知りたいことがあって来たんです。秋に言われて来たのか。知りたい話ってのはなんだ。例の怪談ってやらが。そうですけど、なんでわかったんですか。噂だ。病院送りになった女どもがその辺にたむろって毎日話してた。山岸って同級生をいろいろいじってるってな。山岸っていい組の山岸風か。あいついじめにあってたのか。おかげで騒がれてるぜ。
犯人はその山岸の怨霊だとかな。山岸さんは怨霊って、それどういうことですか？お前ら知らねえのか？その山岸ってやつ死んでるかも。もう1週間かそこら家にも戻ってねって話だ。どうなってんだ？山岸って確か病気だって。つか行方不明ってことじゃねえか。これもう階段じゃないよ。 B 組の担任ってエコダでしょ。あいつこのこと知ってんのかな。そうか、秋のやつ。あの日できなかったことの代わりってか。こう切れねえな。どっちだったんだ。なんでもね。知ってんのはそんだけだ。もういいか。あ、はい、お世話になったっす。ほら、お前も頭下げろよ。何もしてねえよ。あの、ありがとうございました。話も聞けたし。優しいんですね。あ、ごめんなさい。もう来んな。Make sure you don't hurt nobody. I say, hey, 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 doing the fire.
おかえり。
キュリジョー先輩どうしてここに。君らと同じさ。先生、事情を伺いに参りました。山岸風花という生徒について。違うの、違うのよ。こんなことになるなんて思わなかった。風花、あれ、あなた確か前に。山岸をどうしたんだ。おいおい、キリジョー君、そんな言い方ないだろう。森山も困ってるじゃないかね。なあ森山、話したくなければいいんだぞ。お前が余計なこと言って山岸が変に思われてもいかんよ。風花ってさ、ちょっとつついただけでいつも世界の終わりみたいな顔すんだ。すぐ分かったよ。こいつ優等生のくせに根っこあたしらと同じだって。どこ踏んづけとけ立てないか、あたしには丸分かりだった。だからあの日もほんの遊びのつもりだったの。5月29日、風花を体育館に連れてって外から鍵かけて。ちょ、おま、閉じ込めたっつうことかよ。夜中になって自殺とかされるとまずいからってマキが一人で学校行ったんだ。でもマキ帰ってこなくて、翌朝校門で倒れてるのが見つかったか。風花を出さなきゃって体育館行ったらまだ鍵がかかったままで。やばいってすぐ開けたんだけど、そしたら風花消えちゃってて、私らみんなビビって次の晩から夜な夜なあの子を探しに行ったの。でもその度行った子が帰ってこなくて、みんな次々巻きみたいに。なるほどな。ところで連日の山岸風花の欠席を先生は病欠と届けていらっしゃる。だが実際は行方不明で、先生はそれをご存知だったはずだ。どういうおつもりです。何を言ってる。生徒のためにしたことだよ。みんないろいろ将来のために都合があるんだ。子供の君らにはわからんだろうがね。失踪して警察沙汰になる問題児などご自分の組にはいないということですか。本人のためだ。こんなことで学歴に傷がついてはいかんだろう。親御さんもそういう話で納得してんだよ。保身のためには教職の本分すらも捨てるか。ゲスめ。いや、そんな風に言わなくたってさ。病院へ運ばれた君の友人について何か気づいたことはないか。どんな細かなことでもいい。声だ。自分を呼ぶ声。そうだ、みんな病院送りになる前の晩、そういえば同じこと言ってた。君の悪い呼び声を聞いたって。声？先輩、もしかして今回の事件って。間違いない、奴らの仕業だ。誰が影時間に落ちるかを事前に知る方法はないとされてきたが。なるほど、声か。つまり影時間へは落ちるのではなく、奴らによって落とされるということだな。実際の被害を目の前にすると思い知る。奴らは確かに
人間を狙っているんだ。シャドウ、紛れもなく人類の敵だ。今夜は私たちの寮に泊まるがいい。それが一番安全なはずだ。もしも声を聞いてしまったら、すぐに教えるんだ。何かに呼ばれたように感じても、決して部屋から出るな。これさえ守れば、君は助かるだろう。そしておそらくは、山岸風かもな。風か。それから、伊織、竹葉。放課後、生徒会室に集合だ。そこで、今夜の作戦について説明する。今夜すか？今夜、山岸風花を救出する。おそらく彼女はまだ、この学園から出ていない。わかりました。今夜、この学園への潜入作戦を行う。目的は山岸風花の救出だ。いまいちわかんないんすけど、山岸って学校の中にいるんすか？しかもなんで夜に？0時になっちゃったら学園は。その通り。山岸もそうやってタルタロスに迷い込んだんだ。じゃあまさか山岸さんって体育館に閉じ込められてからずっと。そうだ。そんな10日も前の話じゃないっすか。それどう考えても。いや、帰還するのは早い。タルタロスは影時間の間しか現れないなら、山岸風花は日中はどこにいると思う？言われてみれば。こいつは仮説だが、おそらく山岸はあの時からずっと影時間にいるんだ。つまり10日といっても、山岸にとっては影時間を足し合わせた分しか時が過ぎてない。生存の可能性はある。おお、マジっすか。あ、でも影時間って慣れた俺らでもいるだけで結構バテるじゃないですか。あれを10日分ぶっ通しってのは。そういえばそうね。それにたとえ見つかっても場所によってはたどり着けるかどうか。ならこのまま見殺しにするのか。方法ある。山岸と全く同じ方法で中に入るんだ。同じ場所へ行って0時を待つ。そうすれば短時間でたどり着ける。その方法大丈夫なんですか？正直に言えば、私はこの作戦にはもろ手を挙げて賛成はできない。最悪二重遭難という可能性もある。性があるの。放っておくなんて俺にはできない。お前らが行かないなら俺一人で行く。
わかった。危険は承知だが、このまま放置するわけにもいかないからな。そうですね、やってみないとわからないし。よし、夜の学校に侵入か。そうと決まればあれだな。あれ？困った。理事長に連絡が取れない。一つだけ面倒な。理事長の口添えがないとなると、夜の学校にどう入ったものか。それご心配なく、そのことなら仕込みが済んでます。仕込み？爆薬か。いいだろう、今回は任せよう。時間が惜しい、出るぞ。開けといたってだけなんだけど。すんなり入れたっしょ？俺ってなんつうか天才？自慢するほどのこと？昼間のうちに鍵を。ブリリアント。グッジョブ。時間が惜しい。行くぞ。あの人何なの？ブリブリとかって何？どういう意味？日本人は日本語使ってほしいよな。電気つけましょうよ。怖がっちゃってまあ。怖くないっつの。アホか。アホはないっしょ。騒ぐな。この時間は主電源が落ちてる。それに、暗いままの方が都合がいい。なんかコソコソしててやだな。まずは体育館の鍵を手に入れるぞ。職員室か公務員室にあるはずだ。2年の君らは職員室を当たれ、私たちは公務員室を回ろう。その後で1階の玄関ホールに集合だ。いいな。職員室のガサ入れか。テストの問題とかあるかも。俺も職員室にするかな。公務員室より面白そうだ。私の目の前で不正の算段か。事実なら処刑だな。嘘に決まってるじゃないですか。やだな、もう。誤解するな。面白いと言ったのは、可能性が高そうだという。言い訳はいい。それより、公務員室へ向かうぞ。いより、君も私と来い。じゃあ、私たちも行こっか。Okay, don't forget to like, comment, and subscribe, and check out the next part.